神奈川大学の学生の皆さん、卒業生の皆さん、教職員の皆さん、こんにちは。スポーツセンタートレーナーの斉藤健吾です。今回は腰痛予防、姿勢改善におすすめのトレーニング上級編その2をご紹介していきます。今回もお腹の横側を意識しながらトレーニングをしていきます。それでは始めていきましょう。それでは始めていきます。今回も2種目ご紹介していきます。まず1種目目はサイドプランクです。横向きに寝てしっかりと姿勢をまっすぐにします。肩の真下に肘をついて、頭、腰、膝、そしてかかとが一直線になるように寝ていきます。ここからお尻を持ち上げてキープ、さらに足を上下に動かしていきます。もしチャレンジできる方は下の足も伸ばした状態でキープ、そして足を上下に動かしてみてください。手はご自分の楽な位置で大丈夫です。これが1種目目。これを左右終えたら2種目目、ツイストクランチです。今回は股関節膝90度にして頭の後ろに手を添えていきます。息を吐いておへそを覗きながらひねる、一度下ろして反対側にひねっていきます。これを繰り返していきます。以上2種目を合計2セット行っていきます。それでは準備をお願いします。それでは始めていきます。先ほど説明した姿勢を作って準備をお願いします。まずは肩の真下に肘をついて、頭、腰、膝、かかとが一直線になるように姿勢を作っていきます。腰が反ったり背中が丸くなったりしないようにしっかりとお腹の横の筋肉意識しながらいきましょう。まずはキープから、せーの、キープ。呼吸止めずにいきましょう。足を上下に動かします。せーの、8、7、6、5。腰がだんだん下がってこないように気をつけていきましょう。2、はい、 OK です。ゆっくりと下ろしたら向きを変えていきます。同じようにしっかりと姿勢意識です。では呼吸を止めずにまずはキープから行っていきましょう。せーの、キープ。体がへの字にならないように気をつけてください。動かします。せーの、8、7、6。しっかりと背筋を伸ばして呼吸も止めずにいきましょう。お腹の横側意識です。2、はい、 OK です。ゆっくりと下ろしたらツイストクランチを行っていきます。膝、股関節曲げていきましょう。まずは4つのリズムからスタートしていきます。呼吸を止めずにいきましょう。せーの、1、2、3、4、1、2、もう1回、1、2、3、4。リズムを2カウントに変えます。せーの、1、2、1、2、1、2。あと2回です。おへそを覗いてからひねる、ワンカウントにリズムを変えます。せーの、8、7、6、5、4。体がぶれないように気をつけて。はい、 OK です。ゆっくりと下ろしたら2セット目行っていきます。ここでもう一度姿勢を確認しながらいきましょう。では同じくキープから、せーの、キープ。きつい方は膝曲げた状態で大丈夫です。では上下に動かします。せーの、8、7。ゆっくり上げて下ろす、ドスッと落とさないようにしましょう。
4、3、2、はい、OK です。ゆっくりと下ろしたら反対側です。さあ、ここもきついですが、お腹からしっかり息を吐いていきましょう。反対側、まずはキープから。せーの、キープ。それでは足を上下に動かしていきます。せーの、8、7、しっかりとお腹の横で支えて、4、3、2、はい、 OK です。ゆっくりと下ろしたら最後ツイストです。同じく4つのカウントからスタートしていきます。呼吸を止めずにいきましょう。4、3、せーの、1、2、3、4。ゆっくり下ろしたら反対側です。しっかりと息を吐いてひねる。リズムを2カウントに変えます。せーの、1、2、下ろして覗いてひねる。あと2回、しっかり顎を引いて、お腹の横側意識です。ワンカウントで、せーの、8、7、6。最後しっかりと息を吐いて、お腹の横側意識しながらいきましょう。2、はい、 OK です。お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。今回は腰痛予防、姿勢改善におすすめのトレーニング上級編その2をご紹介してきました。お腹周りのトレーニングを行うことで、先ほどの効果だけではなく、お腹の引き締めにもおすすめです。またトレーニングは継続して行うことで、より効果を得られやすくなってきます。ぜひ継続して行ってみてください。もし強度がきついと感じる方は、初級編もございますので、まずはそちらからチャレンジをしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。